そしてね、先週はテレビアニメモモキュンソードの第6話が放送されましたが、スズメナギテンニョ様がプロデューサーとなって、はい、テンニョ隊をアイドルにするというお話でした。そうでしたね、はい、割とぶっ飛んだ話だったよねねえ、びっくり、うん、なんかこれはって言って、うん、何を思いついたのかと思いきや、はい、アイドル、アイドルになれと。ね、でもちょっとマスミさんの匂いはプンプンしますよね、このスズメナギテンニョ様そうだね、なんかこうお金を儲けることに関しての、そうですね、その嗅覚みたいなものに、うん、私もですね、なんかシンパシーを感じました。もう握手会とかほんとちょっとリアルで、うんうん、あるあるあるみたいなあ、やるやるアイドルやるやるみたいな、そうでしたそうでした、あって、はい、でついになんとアニメの中でね、レディーゴー絶対無敵の天女隊が流れました、うん、はい、この番組内でもお書きしていましたが、6話の挿入歌だったということで。そうなんだよね、可愛 い曲だよね、すっごい可愛いんですよ、うん、PV なんかも実はもうあのショートバージョンとかが皆様にお届けしていて見ました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 よ、可愛かった可愛かったですよね、マスミさん、なんかね可愛いし、うん、ちょっとさ昭和の香りがするところがいいよね。そうです。なんか色使いとか、なんていうのかな、こういろんなこう何果物とかと絡んだり、上からさ、ね、果物のそのさアニメーションみたいなのが落ちてきてさ、キャーみたいな。いや彼女たちはもうこれは自然とやってらっしゃるんですよ。天界の子たちですから。天女ですから。天女隊ですか。あ、そうだよね。だってこれ私服だもんね。そう。いや衣装は作ってもらってますけど、これは作ってもらってるやつですけれども、はい、そんなね天女隊の4人だったんですが、アイドル活動よりもね道見の桃のかけら探しの方が大事だと気づき、アイドル引退して普通の天女隊に戻り、そしてねスメラギ天女様がお金稼ぎのためにやっていたという。うん、やってましたね。なんかそこもちょっと本当にマスミさんみたい。私みたい。あれムカつく。違うんです。でもあのセリフでもありましたけど、やっぱり、はい、そのなんていうのか、先立つものがないとね、うん、やっていけないんですよ。天女といえど、うん、でしょ？あなた鬼だからわからないかもしれませんけど、うん、そうでしょ？うん、だってなんか部下たちにこうやらせるっていうのがまたなんかこうこうなんか、あ、まあね、需要があるところに供給したまでですよこれはね。絶対あれですよ、この後、うん、その天女隊のなんか裏話とかを書いちゃう感じですよきっとスメラギ天女様は。ああ、うん、なるほどね。2回美味しいってやつですね。そうですね。ということでね、最後はね、合体会場により服がはだけてしまった桃子の大和絵が飛ぶように売れるという、うん、まあ、これもきっとスメラギ天女様の懐に入っていくのかなっていう気はしますけどね。ああ、そうですね。はい、そんな6話でございました。